君の脳に直接届くプライムです。さあというわけでね、続きやっていきたいと思いますが、左謎解きで遊ぶってなんだろう。あ、はい。さあというわけでね、やっていきたいと思います。スタート。ステージ1、日本兵、面白かったね、前回ね。100階の部屋か。あるところに5人の大学生がいました。彼らは1999年の大晦日にシンガポールに旅行に来てました。そして運よく100階建ての最上階、つまり100階の部屋に泊まれることになりました。すごいな。大晦日の日、彼らはシンガポールのそのホテルにチェックインして、荷物を置いて街に遊びに行こうとし、ロビーを通った時にフロントの人に、今夜2000年問題が起こるかもしれないので、12時ちょうどにホテル内すべての電気を消します、だからそれまでには帰ってきてくださいね、と言われた。しかし彼らは遊びに夢中になり、その約束をすっかり忘れて12時を過ぎてしまいました。フロントも真っ暗で、エレベーターも止まっている。寒すぎてこのままフロントで寝泊まることもできない。仕方なく彼らは100階の部屋まで階段で行くことにした。20階、30階、40階とだんだん足が棒になってきて、50階でついにバテてしまいました。おい、このまま上がっていくと本当に足が動かなくなる。一回上がるま、たびに交代で怖い話をして気を紛らわそう。なんで怖い話なんだよ。一回上がるたびにって、じゃあ50個話さなきゃいけないじゃん、全部で。と、一人の人が言った。そして一回上がるごとに怖い話をして、それ納得したんだみんな。なんとか上に上がっていった。そしてついに99階にたどり着くことができました。すると最後の一人が、いいか、俺が今から言う話は本当に怖いからな。絶対にビビるなよ。よく50話目でそんなテンションでいけるな。と、他の3人に強く言った。どんな話だろうと仲間たちは息を呑んだ。そして彼は言った。1階に鍵を忘れた。ね。はい。これはホラーじゃない。と、僕は思っています。あ、これじゃない。本当に怖いよ。え？まあ、怖いのは鍵を忘れたことなんだけど。フロント真っ暗。2000年問題がおかしいんじゃない、そもそも。あれ？チェツクイーン、チェツクイーンかな、チェツクイーン。違うね。まあ、でも1999年の大晦日だから、別にこれおかしくないもんな。怖いのは鍵を忘れたことでしょ、これ。絶対に。あ、他の3人じゃん。はあ、そういうパターンもあるのか。この話の怖いところは鍵を1階に取りに戻ることも怖いと俺は思うんだけど、5人の大学生のはずが他の3人に強く言った。1人減っています。なんかテイストがなんかあれだね、前のアプリと結構違くて、怖いだけじゃなくてこういうなんか引っ掛けみたいなのもあったり、すごい凝ってて面白いな。お、乳搾り。俺は友人と牧場にやってきた。無人で放牧されている乳牛の乳搾りを無料で体験できるらしい。牛のお乳を優しく手のひらで包み込み、人差し指から順にゆっくりと握ってください。丁寧な説明に従って乳を搾ると、勢いよく牛乳が飛び出した。貴重な体験ができた。友達、絶対におかしいよな。俺、何が？友、俺何がってさっきの件だよ。はい。無人で放牧されている乳牛の丁寧な説、あ、わかった。推理。これ無人って言ってるはずなのに、誰かが説明してるよこれ。丁寧な説明。あれ？これ？これ誰が言ってんのっていう。合ってた。無人で放牧されている乳牛の乳搾り。
にもかかわらず、牛のお乳を優しく手のひらで包み込みと説明している声が聞こえています。自分と友達の二人しかいないはずなのに、不思議に思った友達は気づいたのでしょう。聞こえるはずのないもう一人の誰かの声に。わかんない、アナウンスだけ流れてるかもしんないからね、ひたすら放送で。はい、次、まあ、問題が解放された。はい、20歳の誕生日、なんか毎回しちゃいっちゃうな。俺の20歳の誕生日に彼女がお祝いをしたいというので待ち合わせ場所に行った。なぜかいつもと違う静かな山道の入り口付近が待ち合わせ場所だった。確か心霊スポットとしても有名な山道だったように思う。車を止め、彼女の到着を待っていると知らないアドレスからメールが来た。件名はなく、本文には早く出て行けという一文のみ。唖然としていると立て続けにまた違うアドレスからメール。今度は助けてと書かれている。驚いている間にも違うアドレスからどんどんメールが来る。違う、私じゃない。お前がやったのか。めちゃくちゃにしてやる。出て行け。殺してやる。止まれ。失せろ。わけがわからず震えていると彼女から着信があった。すがる思いで電話を取ると、電話口から声がした。ドッキリメール大成功。はたちおめでとう。はぁとポカーンとしていると彼女が続けた。びっくりした？さっきのメールは全部私でした。メールに込めたメッセージに気づいてくれたかな？彼女が言うには複数のフリーメールを駆使して、二十歳の誕生日を祝うドッキリ企画を考えていたとのこと。そこ電波悪いね。山のふもとにいるから降りてきて合流しよう。彼女はそう言って電話を切った。祝ってくれるのは嬉しいが本気で怖かった。全く忘れられない誕生日になった。推理。ち、あ、は、あ、早く出て行けから始まって、は、あの、先頭の文字読むと、はたち、おめでと、殺してやる、殺してやるが、おかしいざ、おかしいざん。これおかしいざんね。メールの最初の文字だけを拾っていくと、二十歳おめでとうになりますが、課題手の二十歳の誕生日ということから、二十歳おめでとうとなるはずです。すると、殺してやるの一文は余計です。場所は心霊スポット。この世のものではない存在からのメールを受け取ってしまったのでしょう。この後、語り手は無事に下山できたのでしょうか。はぁ、あ。というお話でした。はい、というわけで今回も3つかな？うん、終わったので、また次回ね、お会いしましょう。というわけで、風っ引きのプライムでした。さよなら。